前回東京都で27個目のスクープを検証した中村は、小栗有以と開運ツアーへ。現在全国27箇所を制覇、残りちょうど20箇所。8月中の制覇は果たして。そして次に中村がやってきたのは、横浜といえばもうここ赤レンガ倉庫ですよ。もう有名、もうテレビでしょっちゅう見る、私より有名人だもん。そして島田が向かっているのが、なんで昨日新潟に、ちょっとお仕事が被ってしまいまして、ちょっとそっちに戻させていただきました。やめなさい、こっちに山までの渡り方ずっと新潟のこと、もうもう遊びに来ましたから、新潟のこと群馬のこと千代の子だっけ。こちらでチームエイトのことは待ち合わせなんですけれども、まだですかね。あら、まだですかね。こんにちは。あら、あ、静かにやってます。静かにさっとやってください。自己紹介お願いします、はいはい、山梨県代表の左智彩香です。よろしくお願いします。すごい珍しい。珍しい。左智。左智。はい、左智です。おお、左智。ニックネームは、は左智彩香で、ひだあやです。ひだあや。静かにマイペースで登場したのが、ひだあやこと山梨県代表左智彩香。そんな左智のスクープは、日本一怖いと言われている富士急ハイランドのジェットコースターを克服したいらしい。ジェットコースターがすごい苦手で、富士急のジェットコースターも乗ったことがなくて。あら、乗ってもらいたいです、はい、じゃあ中西さんと一緒に乗っていただいて、はい、本当にごめんなさい。マジで力強い。それだったら、それだったら痛い。ごめん、今中西さんのあれでちょっと肩だけちょっとジェットコースターと、ね、痛い。私もダメ。本当に無理。じゃあ富士急アイランド行きますか。入りましょう。はい、行こう行こう。頑張って。というわけで富士急ハイランドにやってきた3人、この先一体どうなる。本当に確かに。この気になるスクープ調査の続きは後で。
左友彩香のことがもっとわかるこちらのコーナーをどうぞ。じゃあこれで、はい、こちら30秒で自己 PR をしなさい。じゃあこのカメラに向かって自己 PR を、はい、いい、はい、山梨県代表の左友彩香です。私はよく見た目は静かって言われるんですけど、本当は皆さんが思ったよりバカで本当にできない人です。でも特技はピアノでいろいろ弾かせてもらう時があるんで、皆さんピアノとか注目してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。おー、まだあるな、まだあと5秒ぐらい。あえ、ないです。あ、終了。エイトのコンサートとかでもピアノやったりするの？はい、はい、そうですね。ツアーとかだったら、うん、何弾いたの？この間はさよならクロールと、おー、すごい、あなたがいてくれたからとか。あ、いいね、はい、ピアノバージョンで、はい、いいね。その中でもね、あの特技があったら、ね、はい、そういうのは披露できるもんね、はい、じゃあ続いて、じゃあこれで、はい、こちら、はい、ででん、最近ハマっていること、マイブームを教えてください。はい、マイブームあります？マイブームは、うん、なんか友達とかと変顔対決することで。え、変顔するの？はい、ちょっとそんな言われたら、ね、変顔ちょっとじゃあ一回やってみて。見るしかないんで。あー、まだ可愛い、可愛いな。ちょっと私せっかくもらったエイでこの裏の顔あるじゃないですか、このモノマネができるようになったんで、ちょっと披露していきますね。エイのモノマネ。誰も笑ってないんですか？いや、もう心で爆笑してますから、もうカメラマンがもう震えてる、笑いすぎて。あれですよね、ん、顔似てるだけやんみたいな。似てるだけやん、似せてるんです。だから違う変顔やってもらっていいですか？何違う変顔って。もっと変顔やってんじゃん。いいと、なんかリクエストいただいたらできるけど。あ、もう変顔やってる。じゃあやめときましょう。次行きましょう。じゃあ続いて、はい、うん、じゃあこれで、はい、はい、こちら、ででん、休みの日は地元でどんな生活を送っているの？お、気になりますね。休みの日は、うん、本当家でゆったりしてる時が多くて。あ、そうなんだ。はい、あとは友達とカラオケ行ったりしますね、うん、へえ、カラオケ行って何歌ったりするの？うん、お箱とか。お箱は、うん、なんかもうみんなで盛り上がるヘビーローテーションとか。ああ、そうなんだ。AKB の曲歌うんだ。歌いますね。へえ、そうなんだ。あんま外は出ないんだね。あんまり出ないです。家にいると何してるの？家にいると、なんか犬と遊んだりします。犬飼ってるの？はい。ワンちゃんなんて名前なの？モコです。モコちゃん。何犬？ミニチュアダックスフント。うわー、あー、かわいいね、はい、お散歩行ったりするの？お散歩はお母さんが行ってる。はい。あー、そうなんだ。お母さんじゃないと行かないです。えー、はい、懐いてないの？もしかして。懐いてるんですけど、お母さんのことが一番、ね、あー、そうなんだ、はい、なるほどね。犬はね、結構大変ですからね、はい、うん、じゃあ続いて、次は、じゃあこれで、こちらは、はい、ダダン、お、自分の1年後の目標は何ですか？目標、うん、1年後は、うん、もうちょっと、もうファンの人をたくさん増やして、私の名前がもっと知られるようになりたいなって思ってます。なんか将来の夢とかあるの？将来の夢はまだ具体的には決まってないんですけど、ちっちゃい頃からやっぱテレビの前でお仕事する人になりたいなって思ってたので、今アイドルを頑張っていきたいなって。なるほど ね、 ね、もしかしたら女優さんに行くかもしれないし、バラエティーに行くかもしれないし、道がね。歌とかは好きなの？歌は苦手なんです。あ、そうなんだ、はい、そうなんだ。カラオケとか行ってるから、なんかすごい好きなのかと思った。いや、歌うのが好きなんですけど、あんまり、うん、苦手です。あ、苦手なんだ、はい、なるほどね。なるほど。じゃあ続いて、はい、じゃあこれで、お、はい、こちら、ででん、チームエイトとして悩んでいることは個人的な悩みでも OK です、うん、はい、なんかやっぱ、うん、イベントとかツアーとかどこにいても MC ってあるじゃないですか。あるね。私すごい MC が苦手で、毎回噛んじゃったり、あ、頭で考えちゃったりして、今それがすごい悩んでます。あ、 MC ね、噛むのはね、はい、私も噛むもん、はい、私も噛むよ。まあ、噛まないように、ね、こう家で練習したりはするけど、はい、あとは MC はタイミングとかもあるしね、はい、まあ、キャラが多分あればすごいいじってもらったりとかできると思うんだけど、はい、キャラとかあんまり、キャラがまだ自分出せてないのかなって自分でも思って。じゃあキャラをね、もっとなんかファンの人にも分かりやすいキャラクターと、
そうすれば多分周りのメンバーもいじってくれたり、はい、まあ、いじられたりもするから、はい、それをなんか確立すればいいかな、はい、うん、ということで終了です。どうでした、答えてみて。なんだろう答えてみて、うん、やっぱ自分アピールできたんですけど、うん、まだまだなんか自分が出せてないのかなって思いました。なかちゃんも応援してください、うん、よろしくお願いします。以上パパラッチトークでした。はい、ということで富士急ハイランドの中でも結構な、うん、うわ今登ってる、やだ、上級者と言えるんでしょうね、これ乗れる方 は富士山です。うわすごいね、今もなってるけど、これに挑戦していただきたいと思います。どうですか、あやかちゃん。なんか高くてこんな高いジェットコースターも乗ったことないんで本当に嫌です。この恐怖のマシーンに3人はどう立ち向かうのか。なんと同乗しない先輩2名。結局マシーンに挑むのは左ともただ一人だけということに。果たして無事克服できるのか。たった一人で絶叫マシーンに果敢に立ち向かう左ともの勇姿をどうぞご覧ください。もう何？
私すごい嫌だった。ちょっと ということで、はい、今回は頑張ってもらいました。彩香ちゃん、はい、どうでした？すごかった。克服できてすごい気持ちがスッキリしています。あ、はい、すがすがしいもんね、顔が、うん、スッキリしてもうなんか何でも超えられちゃうぞみたいな、うん、何でも来いやみたいな顔してる、はい。ちなみにさ、ジェットコースター克服できたけど、うん、他に克服したいものとかあるの？はい、カエルと お化け屋敷とかそういう怖い系ですね。ダメなんだ、はい、でも今だったらなんかもう何でも来いよみたいな。確かに、来いやって顔してるもんね、はい。入ってもう何でも来いよって、はい、来いや来いや帰るのでも来いや。何しちゃうんですか？怖い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 怖本当によく頑張りました。レッツゴー。あー怖い怖いね。8月20日現在残り19箇所。次回、神奈川県で小田恵里奈がカラスに襲われる？行っちゃったな。